政治小説とは、政治や、それに関わる事物を主題とする小説、もしくは特定の政治思想を個いすることを目的として書かれる小説。日本では特に、明治時代に国民の啓蒙、自由民権論やナショナリズムを鼓舞するために書かれた小説。西洋では19世紀イギリスのベンジャミン・ディズレーリや、フランスのビクトル・ユーゴーの作品が政治小説として知られる。 日本では自由民権論が盛んになった明治10年代から20年代初めまでは自由民権論を中心に作者個人の主張のほかに当時の自由党、立憲改新党、立憲聖政党などの党派的主張を盛り込んだ小説が書かれ、これらは民権小説とも呼ばれる。この中には融合などの翻訳小説も多く含まれていた。 明治20年頃から経済力の成長を受けて、海外遊日、国権拡張を説く、国権小説が広がる。1890年に第一回帝国議会が開催された前後から、議会政治への落胆から政治家への批判を訴える暴露小説も現れ、またこの時期には男女同権を主張する助権小説も書かれた。経済発展。 特に日清戦争以後の社会の変容の中で、資本主義による社会の不平等に対する社会主義運動とともに社会主義小説も生まれ、文壇の写実主義文学者も社会に目を向けた社会小説の作品を生み、深刻小説、悲惨小説と呼ばれるものもあった。中国の新末には日本の政治小説が時には中国視点に変えて多く訳され、 中華民国初年にかけて中国人作者による政治小説、社会小説、冒険小説を生んだ。明治以来、金垣ブ文など政治的題材の小説も書かれており、しかまで視野に入れれば維新の志士による監視も政治文学と言える。1874年の板垣大輔らによる民選議員設立憲白以来の自由民権運動が広がり、 1877年に設立された立志社の活動の中では、民権歌謡という新しい歌が作られていた。1880年4月に集会条例による弾圧が開始される中、6月に自由民権論を主題にした政治小説として最初となる戸田勤道の民権演技場外波乱が書かれた。江戸時代の人情本の流れを組み、 明治政府と民衆を芸者を争う二人の男に、見立て、対立から和解に向かう姿を描いており、当時期待された官民調和の色合いを強く残している。だが、明治14年の政変を機に、板垣が自由党大熊重信が立憲改新党を結成すると状況は大きく変化することになる。1882年に自由党が機関紙を創刊。 立憲改新党の参加者であった矢野隆慶は過を自して自分がかつて副主筆を務めていた郵便放置新聞に復帰してその社主に就任、その影響によって事実上の立憲改新党機関紙の役目を果たすようになった。これらの新聞では自派の主張をわかりやすく民衆に伝えるために政治小説が執筆、連載された。代表的な作品としては、 立憲改新党の矢野隆系、渓谷美談、自由党系では、フランス革命の初期を扱った、歴史小説である大龍デュマ、一意の改装録、メムワーズディー、ウンマザンを訳した、自由党の思想を表したとされる、桜田桃江、西洋知事を消防風、ステップニャク、地底のロシアをもとに1881年の、ナロード日記による、アレクサンドル二世暗殺と、 悲劇的な結末を描いた、宮崎無重、虚無当日電気機収集、小室案外道、東洋民権百貨店、末広鉄橋、雪中梅、などが挙げられる。他に、東海三氏の、歌人の奇遇は、合図の移民たる作者三氏が、イスパニアの政治家の霊場、アイルランド独立投資の娘との出会いに橋を発する、物語で、自由民権から始まり、ナショナリズム、 国権拡張をテーマとしており、中村光夫は当時の日本に伝えられた物語の伝統と新しく目覚めた世界認識との見事な調和があったと評している。特に警告美談、歌人の寄付は当時の若者に強い支持を受け、雪中梅の写実主義的な筆致は後世の文学にも少なからず影響を与えた。当時の人気は北村東国が雪中梅は 空前の大著術と称えられ、歌人の奇遇は、世界の一大奇書とゼラルと揶揄するほどだった。坪内商用は、立憲改進党の作家として、概要詩伝、風海慶和乱ベなどを発表したが、やがて政治的な文学から離れて、写実的芸術小説に進んだ。また板垣大輔が1882年に、ヨーロッパを歴有した際に融合と会談し、 当時のフランスやイギリスの政治、歴史ものを新聞に翻訳掲載することを勧められて、多くの小説を買って帰り、坂崎志蘭、栗原良一、塚原、渋垣玄らによって翻訳、翻案された。これらの多くは、旧体以前の古風な漢文崩しの文章で、類型的な人物描写であったために、坪内らによる近代文学への革新を促す動きには、 つながらなかったが、当時の青年たちには魅力的であり、近代的人間像を目指すロマンチックな心情を捉えた。またこれまで小説を癒しいものと捉えてきた知識人階層が政治、社会問題を題材として小説を書いたことが、小説及び文学が人生において正面から取り組む問題とした意義も認められる。また、警告美談は判例にて、 生死をもとにしながら、人情国慶を加えて小説体となすとしているのに、大使、ウォルター・スコット、アイヴァン法の翻訳である、牛山鶴堂、梅ツボミヨ君次女では、政治と人情刀剣ネカフルに苦心したというように、ツ内の小説真髄の小説論の影響を受けるようになっていく。国会解説がなされ、自由民権運動が収束する年頃には、 民権小説は型を変え、かつて立憲訂政党を作り、政治家でもあった、福知王子は、未来小説の体裁で、風刺的な、もしや創始、政界暴露的な、買収政略大作詞などを書いた。須藤南水、雨満筆緑、美の団は、地方問題について、立憲改新党的立場を示している。助憲拡張を題材とした作品には、小室案外道。 自由演説女文章、南下刑無筆、女剣部団文明の花、広津流郎、女子三世新中郎などがある。天候返し、涙の谷は、政治制度の狭間で苦境に陥る人々を描いて、柳田泉は、明治小説史上新旧過渡期の際における最も、注目すべき小説の一と論評し、人情世帯小説にして、政治小説たる作品とされる。 条約改正が日本の大きな課題となり、朝鮮、中国に進出して西洋に対抗しようという意識に基づく国権小説として、須藤南水、春行革眠り知人の夢、大隈重信を描く、春国主人、外務大臣、塚原支部書、条約改正、末広鉄長の政治主張そのままにロシアとの対抗をく、く明治40年の日本などが現れる。 日清戦争以降には、内田論伴、政治小説を作るべき動機などの政治小説論が現れ、岩やさざ波、下牛、内田、鉄道国有などが生まれ、また、社会役をつく川上美山、初期間や、社会の底辺を描く、広津流郎、黒トカゲなど深刻小説、悲惨小説とも呼ばれる、社会小説が書かれた。社会主義運動家でもあった。 堺井彦役のエミール・ゾラ、労働問題など翻訳者の,のほか、木下直江、火の柱などは、社会の非人間性を訴え、大正期以降のプロレタリア文学へと繋がっていく。また、日本の政治小説に学んだ、両慶長は、新中国未来期を執筆し、慶国美談、歌人の奇遇の中国語訳も試みた。 自由民権運動の高まりにより1878年頃から政版演説が盛んに行われるようになったが、1880年の集会条例により弾圧が加えられると演説を禁止された坂崎志蘭はバカリン順号を名乗って民権公爵なるものを起こし、続いて福島の丘の地層、松本の辰野周一郎など各地で民権運動家による政治公団が 自由党が解散になる1885年頃にかけて行われ、東洋民権百貨殿、渓谷美談なども題材にされた。その後も少なくはあるが、伊藤智友などが活躍した。これらは、明治30年代の岡千代彦、原加賀平の平民公団、大正期の坂井敏彦、白柳周子らによる社会公団への継承される。日本で政治小説は長く、 非文壇文学、大衆小説の一系列として軽視されてきた。明治20年代に、矢野流慶と内田露ンの論争があり、矢野は文学は国民を楽しませる、国民文学的なものでなければならないと主張し、これが文壇文学と大衆文学の文化の原型となった。柳大済、政治小説研究以来徐々に強化の対象とされるようになり、 柳田は、座談会、明治文学誌では、国民が、日本の将来に対する夢を託すべき、国民文学であるべきだったと述べ、中村光夫も、新日本の建設に携わった、当時の青年たちの心を後世に火を見るほど、広く深く捉えた、一つの得意なロマン派文学として、再評価すべきとして、徳と見ろか、思う出の木の、時代は、潮のみなぎるごとく変わってきた。 僕らは今、西洋潔風、小柄し、自由の外科などという小説に、余年もなく、暗い入る時となった。といった心情を挙げている。佐藤春夫はこれらの作品について、ジョージ・ゴードン・バイロンの、チャイルド・ハロルドに見られるバイロニズムの政治的な面の影響を指摘している。飛鳥正道は、近代文学の始まりを、はっきり自由民権の文学に置きたいと思うとし、 文学を遊び野生の限られたジャンルから解放し、政治や民族を含む人間のあらゆる可能性に関与したと評価した。ありがとうございます。